FA 制度ね、どうですか？何グループがあんねやった？ AKB やろ？HKT、HKT、SKE、SKE、名古屋、堺、で、どこ？ NMB、JKT、JKT って何やったっ JKT、け？ジャカルタ。あ、ジャカルタね。はい、あったね。はい、あったりとかあるんか。そうなまだ今もやってるんですね。やってまやってす。ますか。あとは？ STU と、STU、瀬戸内48って瀬始まりまして。戸内ね。おー、へあとー。は？と NGT。 新潟。あ、新潟。7個？そうですね。すごいあるやん。NMB はあれやから、入ってるとこやから、そっその抜きとして。でも行きたいなら NGT。 NGT、 それはどこやったっけそれ。新潟。新潟。ばっかりよ。大体で覚え、新潟や。NGT、新潟や。G、ああ、G な。ああ、ガーナ。なんで新潟、その NGT なの？なんか、すごいおしゃれな曲、曲がおしゃれな曲が多くて、衣装とかも。違うんや。なんか、共通じゃないんや。違うくて、コンセプトも多分、ちょっとずつグループによって違うくて、NGT はすごいなんか爽やかで、おしゃれで可愛いような雰囲気のある曲が多いんですよね。確かに。え、NMB はちなみにコンセプトは何なん？我がみたいな。絶対ちゃうと思うけど。そうなん。でも曲とかも、絶対ちゃうわ。なんかてっぺん取ったんでとか、そうやけど。熱い感じやん。熱い感じが。相乗効果と言うてほしいわ、その我が。確かに。強い、なんか強い、かっこいいイメージなんですけど。NGT は、ちょっとそう、おしゃれな感じね。そうなんです、おしゃれな感じ。なるほどね。はい。サイピーは？私はもう NMB でいいです。そうなんや。まあ、でも、居心地がいいのは NMB っていうことですね。そうですね、やっぱり。何をもって、じゃあ、居心地がいいと言うんですか、二人は。NMB の。それはまあ、その、知り合いが多い、少ないはあるやろうけども、何がいいのか教えていただきたい。やっぱりもう、一番、グループの中でかっこいいと思います。NMB が。はい。でも、旗からも、すごい言われるんですよ。周りのグループの人たちからも。NMB かっこいい。NMB かっこいいとか入りたいとか。なんかそのドラフト会議も、NMB 志望の子が一番多かったみたいで。そうなんです。目標メンバーみたいなも、NMB のメンバーがすごい多くて。今のうちですよ、嘘なら。何がいいって言われんの？かっこいいとか？曲とかもそうですし、でも、でもこれ、なんか恥ずかしいですね、言う。いや、言っても、それはだって嘘じゃないんでしょ、だって。ね、可愛い子が多いみたいな。ああ、そうなんだ。ええ、そうか。なんかどこ見てもみんな可愛いみたいな。可愛いからみたいな。なんか言い方がなんかキャバクラみたいな言い方やったな、今。いや、わからん。ほんで、ほんま取材みたいやったわ、今。ほんまに。そうですね、今思ったら。そんなんサイピー見て、これなんかちょっと恥ずかしいな。いや、取材や。恥ずかしくなってきた、もうすでに全部が。そんな全グループどこ見ても可愛い子ばっかりやろ。しなこいはなんか今の。大体そうやん。その中でもで、言ってもらえる。そうなん。私の意見じゃないです。周りの。なんだ、言ってくれんのよな。ありがたいことに。否定はしないですけど、もうどこのグループも可愛いよ。別に。アイドルやねんし。そうなんですけど。可愛い子、その円グラフで言うと、可愛い子が多いからっていうその意見が一番多い感じなの？それ、はい。それはサイピーも同意見？そうですね。言ってくれることが多いと思います。それ誰が言ってくれるの？ファンの人なのか、グループの。で、メンバー、他のグループのメンバーが言ってくれたりします。まあ、女同士の言うことですからね。まあ、そうですね。ペラペラペラの可能性あるもんね。そうですよ。今のそのチームも、そんなもう心許しちゃダメですよ。今すでに。今の仲間も心許したら危ない。そうです。危ない。それは。なんでお前、なんか分裂させようとする。そうよ、ほんまに。確かに、結局、信じれるのは自分だけです。そう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 。ほんまに。一応はそうやねんけど、仲良くやってくれる分には構わへん。まあ、ペットボトルとか離したらあかんで、もう自分でちゃんと持っといて。ペットボトルの管理？そう。そう、なんか入れられたりする。ドーピングとか。ドーピング。あったな。管理。知らん間に、なんか普通にダンスしてたら筋肉ムキムキ。そこ
そっち、そう倒れるとかじゃないじゃない、そう見た目筋肉ムキムキアイドルらしさを奪うムキムキなのか分からへんで、知らん間になんでなんでそんな筋肉増強気をつけます、危ないね、そういうことでございました。では、授業を始める前にお便り募集のお知らせです。はい、この番組ではあなた